富士ビートリーサポーテッドバイルイド。ビートリーサポーテッドバイルイド。FM ジビートリーサポーテッドバイルイド DJ ドラゴンです。どうも佐々木修です。はい、今週も始まりましたね、はい、佐々木さん ねどうですか。私ね、この、まあ、自粛生活ありましたよね、はいはい、自粛期間 ね、うん、ありましてね。例えばね、まあ、最近もこれ引き続いちゃってるんですけど、ハマってることがあって、はい、おー、うん、自粛でハマったねえ、韓流ドラマに、韓流ドラマにハマった。韓流ドラマやもん。冬のソナタスかまあそういうやつなんだけど、あ、はい、まあ、あのネットフリックスってさ、はい、まあ、あるじゃないですか、サブスクの、サブスクのね、見放題映画とか、映画どうだ、あの買い払っていうやつなんですけども、はいはい、まあ、そこでやってるやつを見て、まあ、基本的に僕はあのテレビ系海外もそうだけど、ドラマ見ないんですよ、うん、ウォーキングデッドとか、うん、プリズンブレイクとかハマりましたけど、それ入院してる時に見たの、これもウォーキングデッド、はい、それでもパケット量がもうカツカツになって大変だったんだけども、そう、でも、ね、あれもさ、続いちゃうじゃん、ずっと。そうなんですよね、もうお前いつ終わんのみたいな、はい、ウォーキングデッドにおいてはなんかもう分かんなくなっちゃってるしだからもうそういうので、あとね、もう嫌だなと思って、もうそれでハマりたくないと、もうハマんのやめようと思って、うん、もうやめた、はい、ハメとこ ところが頑張りましたか、うん、まあ、妙ね、ご覧になった方もいると思うんだけどね、はい、愛の不時着っていうドラマがあるの。愛不時、愛不時、略して、まあ、略すかどうか知らないけど、いやいや、まあ、ざっと話すとね、韓国の話で、はい、韓国と北朝鮮のね、はい、まあ、こう微妙な関係地の中で、まあ、恋愛を、恋愛劇なんです。ちょっと僕ら そこまで分かってない、韓国と朝鮮の関係を ね、まあ、ね、本当にどこまで本当か分かんないけど、うん、まあ、そのなんか不思議感も最高で、知らない感も、本当なの、そんななの、なんちゃって、ロマンチックなわけ、ロマンチックなわけ、もうなん、もうタオル持ってるもん、だって見るとき泣くから、もう用意してるんです、泣くから、必ず泣くし、必ず泣く、もう涙誘う、うっすか、みんな、そういうので、それもう終わった時なんか、俺終わったわみたいな、全部で16話なんだけど、終わっちったわみたいな、ああ終わっちったみたいな、あ、完結してるんですか、完結してる、だからもうすっきりするけど、あ、なんか俺、あ、終わっちったわ俺なんかみたいな、ロスになっちゃってる、ロスちゃってちょっと軽くまた最初からまた見直すって いやいや、もうでしょうがないから、ほら次のね、でイテオンクラスで、まあ、これ流行ってるけど、それ見る、はい、またんじゃない、それはなんかこうなんだろうね、あのちょっと成り上がり系のね話なの、これまた面白いんだ、面白いんだ、ハマっちゃって、それしかもそのどこの制作会社が作ってるんでしたっけ、あのね、あの愛の不時着っていうのと、あとバイバイママってやつがあるんだけど、バイバイママってね、これ2つはねドラゴンスタジオって、あ、ドラゴンさんと同じ名前だ、名前いいです、ね、ドラゴンスタジオ出てた瞬間に、あ、これ泣けるやつよこれ泣くやつなんだなって覚悟決めるね、俺はね、みんな聞いた、ドラゴンスタジオで作ってる映画はね、前がいい、すごいんだよ、涙誘う、俺は全く涙誘わない男だけどもそんなことないです、俺泣く係ですよ、いや、もう今なんか夜が楽しみで、も早く早くドラマ見なきゃなってなっちゃってルーティーンになっちゃっていいじゃないですか、最悪だよ、思ったのに仕事してください、はい、ということで、ぜひ愛の不時着ね、佐々木さん、はい、見て、ね、ハマりたいと思います、感想をお待ちしております、はい、佐々木さんからのねはい、 MMGB3 サポーテッドバイルイド、しょうもない話をしてる私 DJ ドラゴン、そして佐々木修さんに関する質問ご意見、はい、韓流ドラマおすすめなどなど、うん、ぜひ B3 のホームページから送ってください、はい、そしてリクエストをお待ちしてます、今月のリクエストテーマはこちら、雨の歌、雨の歌、はい、あるよね、あるよね、再来週かなね、うん、リクエスト特集やりますからね、はい、待ってるよ皆さん、そして来月のテーマも決まってるんです、4月はこちら、祭り、ドドドドンドンね、お祭りドンドンですよ、もう夏といえば祭りさ、ね、今自粛だよ、はい、祭り大体中止なんで、音楽で祭りを盛り上げよう、うん、そうだね、音楽でやろう、音楽フェス、フェスティバル、うん、ラジオでやろうかなというふうに思っておりますんで ね、お待ちしております、はい、さあそして本日の、特集はこんな方をやるよ、椎名林檎、椎名林檎でここでキスして、 I'll never be able to give up on you So never say goodbye and kiss me once again。I'm not afraid to die.
はい、お送りしたのは椎名林檎でここでキスしてでした。 DJ ドラゴンと佐々木様お送りしています。ビートリーサポーテッドバイルイド。先週はね、コメコメクラブさんをね、はい、やりましたね。特集させていただいて、やっぱすげえなと、すごい人です、改めて聞いてね、あんな大所帯できないよね。唯一無二ってことですよね。素晴らしい、もうまさにそれ、はい、今日それの極まった女性アーティスト、ね、今日今週はこちら椎名林檎です。イエーイ、ね、すごいよね。もうすごい人ですね。もうあえて我々がああだこうだ言う必要もない存在ですけれども、まあちょっとね、おさらいすると、1978年11月25日生まれの41歳、はい、椎名林檎さんも41ですからね。でもね、年齢感じないよね。感じない人ですね。なんだろう、デビューした時から今に至るまで、ほとんど年齢が変わってない気がする。実はあんまり僕顔が覚えられなくてあのなんかいつ曲に合わせていつもコスチュームで、あ、可愛いなとか、なんかこうなんか曲ごとになんかもう人が変わるみたいな、もう線、確かなんか本当カメレオンみたいな姿勢で、ね、まあ基本的な椎名林檎スタイルってのもちろんあるけれども、そうそう、あるんだけども、なんかその実際顔を思い出そうとすると、あれ、描けないみたいなわかんないけど、確かに確かに、こういう顔でもなんかそれって、あ、なんかわかる気がする ね、 ね、なんだろうね、椎名林檎さんって、まあ、顔思い浮かぶけども、そうそう、思い浮かぶんだけど、なんかそのコスチュームだったら、なんかちょっと、あ、看護婦の格好してるとか、そうそう、なんか愛子さん、愛子だったらね、愛子ってわかるけど、うん、そうそうそう、あ、それは、ね、そっか、いつも服装も変えるからでしょうかね、髪型とかも、そうだね、髪型も変えるもんね、うん、デビューはですね、はい、1998年に、デビューした幸福論という曲でデビューしましたね、ね、まあ、早速聴いてみましょうか、まあ、はい、こんな曲です、ドーン、ドーン、はい、はい、お送りしたのは椎名林檎で幸福論なんですけれども、ね、まあ、こちらというデビューでね、これはまあ、今ね、改めてこう聞くと、はい、まあ、ポップだよね。そうですね、椎名林檎さんにしては、結構キャッチーな、ダツ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 ってビートで入ってくる、はい、これってさ、1998年ってね、当時なんか、レニー・クラビッツとかね、はいはいはい、が人気で、ちょっとなんだろうな、グランジとかさ、はい、なんか少し古めの音、あ、ドラムの音がそうですよ、ね、そうそうそう、こういうのが流行ってたんだよね、うん、でバネッサ・パラディっていうさ、はいはい、当時なんかこうレニーが付き合ってたんじゃねえのみたいな疑惑が、疑惑とかじゃないけど、まあ、そういう女性フランスの女性アーティストって、はい、まさにちょっとそれだね、あ、それを意識したサウンド感っていうか、うん、そういうとこでデビューさせたんだね、きっとレコード会社。そうですね、こんなもんじゃねえってことだねこんなもんじゃ止まらない、こんなもんじゃねえっていうのが椎名林檎さんのすげえところ。そうですね、がどん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 そこからね、うん、極まっていくわけだけどさ。そうですね、なんだろうね、まずね、はい、僕出てきて衝撃的だったのは、はい、女性アーティストで、うん、こういう歌い方する人いなかった。巻き舌とかもありますよね。レッツのマジック、なんかね、ジャンデーみたいな感じで、そうっすね、感じじゃなかったですか。で、うん、でギター持ってるんだけどね、うん、ああ、そこからギター持ってるんだけど、なんか、アラニス・モリセットかよ。アラニス・モリセットみたいな歌い方もしてますよね。してるんだよ、なんかこうで、ね、って、そう、アラニスみたいな、こう、和製アラニスかとかね、そうですね、ちょっと思うようなね、雰囲気もあったけど、僕は全然ちょっと戸川純さんがすごくなったみたいないい視点できたね。またマニアックな名前が出ましたね戸川純さん、若い子誰も知らない ね、 ねこれね、本当にそうです、うん、ムー一族に出てたから、ね、流行ってますよね、うん、戸川京子さんってね、妹さんもいたから、ね、あ、そうですね、戸川純さんね、まあ、かなり独特な世界観だったんですけど、近い、でもなんか近い、もうそう、近いものかな、ね、いいの出たね、うん、忘れてた俺その存在をでも成功例かもしれない。でもアングラ感をね、そうそう、あのアングラ感をこんなにポップにルフした人ってやっぱ椎名林檎さんだなと思って、うん、やっぱり時代もあったんだろうね、はい、なんとなくやっぱ90年代のグランジ的な音楽とか、うん、ロックとかちょっとアイドルが廃れたさ、うん、時にやっぱ求められた存在感だったんだよね、うん、なんか蹴り飛ばしてくれる、そうそうそう、ケツをケツを蹴り飛ばされる、ダメな男どものお前らドーンみたいな、ごめんなさい、来たなっていう印象ですよね。そういう感じですね、はい、で、まあ、の若い子の間で好きな曲っていうのがこれなんですよね、はい、丸の内サディスティックで、じゃあ聴いてみましょう。今週はI'm not afraid to die.
ということをお送りしているのが、椎名林檎で丸の内サディスティックなんですけれどもね、はい、これは1999年ですね、うん、無罪モラトリアムに収録されている一曲ということなんですが、これがまあね、確かに何だろう、あのアップルミュージックとか、うん、まあ、その他いろんなねサブスクを見るとそう、まあ、大人気です。そうです。あと僕今、うん、最近 YouTube ですごいカバーチャンネル、はい、カバーチャンネル立ち上げていろいろやってるんですけど、うん、その若者がね、うん、めっちゃこの椎名林檎の丸の内サディスティック、うん、いろんなバージョンでアップしてすごい、うん、なんか再生回数が、うん、みんな、なんだろう、自分の曲をこう再生回数上げるためにこの曲を歌ってるみたいな。いや、要するにカバーしやすい曲っていうかやってみたくなるんじゃない、これジャズアレンジじゃないですか、基本的には。結構ね、ピアニストの人もその歌のないメロディーだけですごいやれるしちゃったりとか、バンドでもできるっていうところでね。なるほど。そういうところでもまあ若い子にも支持されてる、若い子にもそうなんですよ、支持されてるってすごいなと。羨ましいよね、うん、そうですね、羨ましいってない、羨ましいって何だったんだけどね、はい、さあそんな椎名林檎さんなんですけども、あとやっぱりこう印象的だったのが、はい、PV ね、あのミュージックビデオ、はい、ね、あのプロモーションビデオとかミュージックビデオがさ、毎回毎回さ、斬新ですよね、すごかった。あのなんだっけ、ナースの服着て歌ってるやつが、あれは本能でね、本能でひたすらガラスとかぶち破るっていうさどうなってんだって、あのイメージしかないですもんね、ナース姿とガラスを割るガラスを割る姿でもそう、あと車ぶった切ったやつ、あ、すごい、しかもあれ自分の車だった、自分の愛車だったって、あれ今値上がってるのベンツ、マジっすか、あれ人気なんです、その話は別にそのトリビアいらないですね、いやいや、必要ですよ、思い切ったことしますよね椎名林檎さん。じゃあちょっとここでもう一曲ね、はい、お届けしたいなと思ってね、はい、ギブス切る、ギブス、お送りしてるのは椎名林檎でギブスでございます。はい、これも切な、そうですね、切な、うん、椎名林檎流のね、はい、俺これ聞くとなんか心がなんかゾワッとするゾワッとするゾワッとする曲なんですよね、いい曲ですよ。
はい、そしてね2004年からはですね、はい、バンド東京事変というね、うん、バンドを作りますね、はい、これは2012年に一度解散するんですが、まあ、ここもまた最強なねメンバー、はい、個性的な、ね、個性の塊ぞ、うん、ベーシストのね亀田さんね、亀田さんバンドメンバーになる、すげえよな、すごいですよ、まあ、椎名さんに誘われたらやらな、みんな、うん、やりますよね。そして、まあね、もう、並行しながらね、いろんなことやっている中で、はいはい、まあ、すげえなって言ったのが、やっぱりね、残念ながら、今年開催されなかった東京オリンピックのね、うん、前回のブラジルのね、リオオリンピック、リオでね、うん、ちょっとやったじゃない、はいはい、東京、次は東京だよ、みたいなのがありましたよね、はい。それの演出したんだよ。おすごいんじゃないの、ね、そんなことできちゃうのみたいな。ね、やっぱり、なんかこう、プロデュース能力が高いってことです。そうですね、うん、だからご自身のああいうなんかいろんな衣装もそうだし、うん、見せ方、うん、とかうまいのかなと思うんで、なんか以前テレビで見た時に、うん、私は別に好きなことをやってるんじゃなくてみんなに求められてることをやってるだけなんですよって言ってましたね。なるほど、深すぎちゃってちょっとわからなかったですけど、やっぱりそのキャッチできる、要するになんかみんな、まあ、みんなはどういうことをね、人が何を自分に求めてるかってあまりこう分からないじゃないですか、まあ、そもそも求められてるかどうか分からないから、ね、そっちだ、そのベースとしてね、そうなんですね、そっち自体がまだその時点、まあ、ひよっこなんでね、そうそう、あ、そうそう、うん、大人なのにね、まあ、そういうところやっぱ椎名さんすごい ね、なんかすごく客観的に見てるというか、うん、すごい俯瞰してるんだなと思って。なるほど、なんか一曲佐々木さん的なチョイスな曲は、僕が好きなのは、うん、東京事変のギターの浮雲さん、うん、と一緒にデュオをしてる曲なんて、すごいおしゃれな曲で、はい、MV がまたすごい、うん、もう猟奇的な女性が出てきて、うん、ものすごい踊りまくるんですけど、その後で、ね、チェックしてみてください、はい、じゃあ紹介したいと思います、椎名林檎で長く短い祭り。天井天月なぐ花火なりんごで長く短い祭りでした、まあこんな短時間ではね語り尽くせないんだけどもね、そうですね、まあ、ちょっとね、うん、初期の頃と最近の頃とちょっとねお届けしましたけれども、うん、まあやっぱり世界観、そうですね、そこだね、もう最初から出来上がってましたよね、何なの、うん、新宿系とか言ってできてね、そうですね、だからその頃渋谷系が人気あったから、そうそう、シャレでね、
新宿系なんですよ、まあ、そういうことも含めた上で納得させる、そうです、あとやっぱね、なんかこうアーティストに対する他のね、アーティストに関するリスペクトもすごいよね、うん、ああそうですね、特にあのベンジの歌詞に出てくるのかな、そうですよ ね、そうですよね、ブランキー・ジェット・シティの浅井さんのことですね、ベンジ、浅井さんも羨ましいわ俺、はい、はい、今日はですねちょっと短くなってしまいましたが、椎名林檎さんを特集しました。Fファクトリージャパンはクラブ DJ、MC、モデル、タレントなどをキャスティングしています。オーディションやスクールに興味のあるあなたは Fファクトリージャパンで検索してみてくださいね。夢の扉を開けてみませんか。DJ ドラゴンと佐々木様がお送りしています、ビートリーサポーテッドバイルイド。さあこの時間はですね、はい、アナログ版の良さを広めていこうというコーナーなんですね、うん、番組のスタッフのですね林さんがですねアナログ版の収集家ということでね、うん、毎回毎回ですね、はい、あのテーマを決めて、はい、アナログ版を持ってきていただいているということで、林さん、はい、よろしくお願いします。こんにちは、お願いします、お願いします、ございます、お願いします。あれですよね、うん、7月の7月リクエストテーマ、はい、うん、まあ、お祭りですよね。祭りですよ、祭り、お祭りといえば温度です。そうですよね、お祭りといえば温度です。温度ね、はい、温度ね。ということでですね、はい、今日金沢明子さんのイエローサブマリン温度持ってきました。、はい、なんと、はい、来ましたね。ちょっと今、1980年11月1日にリリースされたという、もうね、はい、今ねあのジャケット私手に取らせて見てますけれども、うん、はい、イエローサブマリン温度っていうね、本当ね、あのあれですよね、ビートルズの名曲。そうです、ビートルズが1966年にリリースしたイエローサブマリンを大滝詠一さんがアレンジして温度にしたという、うん、というわけでじゃあ、うん、皆さん聞いてください、イエローサブマリン温度、金沢明子さんです。しました。よーす。 B3 サポーテッドバイルイド。 DJ ドラゴンと佐々木様がお送りしてきました、 B3 サポーテッドバイルイド。さあ今日もねエンディングの時間となりました。本日は椎名林檎さんをね、ね、フューチャリングした、改めて聞くとやっぱすげえなと。そうです ね、オリジナリティが、オリジナリティありますよね、うん、まあ、他にもねいい曲いっぱいあるんでね、皆さんぜひぜひ聴いていただきたいなと思います、はい、さあ番組で皆さんからメッセージリクエスト、そしてこんなアーティストの特集してくださいみたいなね、うん、あの特集といっても私たちがただダラダラとね、あのなんか何もなく感想を述べてるだけ、ね、述べるだけ、全くためにならないんですけども、そんなんでよろしければぜひお待ちしております、はい、そしてリクエストテーマもあります。6月はこちら雨の歌、そして4月はこちら祭り、はい、メッセージとともに番組のホームページから送ってください。はい、 FMG ビートリーサポーテッドバイルド、お相手は DJ ドラゴンと佐々木治でした。また来週。